ンドシングルナイトメアの MV 撮影に来てます。ナイトメア、コンセプトが僕たちはゾンビで蘇り、そしてパーティーへ向かう、そういう設定になっておりますので、今回はゾンビのジリオンをお楽しみください。今日も一日みんなで頑張ります。よろしくお願いします。よっしゃー、お願いします。まあ、ゾンビになっちゃった状態なんですけど、アメリカの高校とかの卒業パーティーとかでよく言うプロムっていうものがあって、そこに私たちも参加したいっていう気持ちが芽生えてしまって、生き返っちゃって人のバスを盗んでみんなでそのパーティーまで行くっていうコンセプトになってます。今回そのコレオも結構こういうゾンビっぽい振り付けを作っていただいてるので、ゾンビになり込みやすいいいコレオでもあって、悪い笑顔みたいなのはみんなで結構研究してやりました。楽曲としてはメンズがラップしてギャルズがめっちゃ歌ってみたいな、すごいパンチの効いた曲になってます。なんかパーティー感がある。うんうん、確かにメンズもバチバチやし、うん、女の子たちはみんななんか結構叫んで歌うじゃないけど、みんなでイエーイってはしゃいでるパーティー感のある楽曲になってるなって自分的に思います。うんうん、今回の衣装のテーマなんですけど、みんなデニム統一なんですけど、それぞれちょっと違った味が出てて、ね、みんな結構蛍光な部分があるんですけど、特に私はジュエリーと白いペイントだけでシンプルにいったんですけど、髪の毛が蛍光っていうのがポイントです。今回このナイトメアということで、今回のダンスはですね、ゾンビダンスでございます。はい、今回ね、あらゆるところにゾンビっぽい振り付けがね結構入っててね、歌にもすごいなんか強い意味が込められてる感じなので、表情とかだったり自分たちの意志の強さみたいなところ、キレとかも今まで以上にみんなで揃えて、うん、今までで一番時間をかけて全員で練習したかなって思います。そうだ、振りのクオリティはやっぱりこう動画もゆっくりこうスロー再生しながら、うんうんうん、手の高さをみんなで揃えるっていうのを細かくやったので、
ディティールは多分今までで一番いいコレオになったと思います。恐竜っぽい。スタート。はい、スタート。スタート。スタート。はい、カット。はい、カット。本日ラストカットになります。これは。はい。行きましょう。スタート。はい、カット。カット。OK。はい、OK。はい、じゃあ、記事以外は。ありがとうございます。本日の撮影終了しました。ありがとうございます。以上、ジリオンでした。たくさん見てください。あ、そっち？